喋ると沖縄弁が出ちゃう。撮影してみよう。これが僕の仕事です。おおおおアナザースカイ的な感じですか今。やるよ。賛成誰もいない。反対3。賛成。ありがとうね。ありがとうね。よく寝れました。そんなトーク。僕はおかげさまで寝ました。そんな入り方あるっていう感じですよね。全く僕は映ってないと思う。声だけは仕事でちょっと来ていて、そのまま遠泊という感じで沖縄に来てるんですけど、まあ、やっぱりセイナの地元っていうこともあって結構来るんすよ普段。まあ2ヶ月に1回ぐらい来れたらいいかなっていう感じで、わりかしでも来てますね。ただ結構こうインスタで写真上げると質問がすごい多いんですよ、うん、普段やっぱどういうとこ食べに行くんですかとか、あとはどういうとこ泊まってるのとか、あとエリアもそうじゃないですか、皆さん那覇行ったりとか恩納村とかっていうところで言うと、結構うちは名護が多くて、まあセイナが名護出身っていうこともあって、もうほぼほぼ名護っすね。まあ厳密に言うと名護というよりかは本部だったりとか、あとは瀬底島によく滞在してるかなって感じですね。まあ、でも天気にも恵まれて、なんか 2,3 日前結構天気悪かったみたいで、意外と沖縄天気悪い説ありますからね。崩れますよね。皆さん青空の動画とか写真ばっかり見てから来るから。あれ狙ってますからね。まあ普段何をするかっていうと、何がっていうのは特にないんですよね、まあ、ゆっくりこう家族の時間を過ごすっていうのと、まあ、ご飯食べたりとか、まあ、親戚もいるんで、まあ、もう僕にとっては第二の故郷になりつつあるかなっていう。で今あの泊まってるホテル、まあ、瀬底島、まあ、いろんなところに今まで泊まってきて、あのいろんないい場所もありますけど、大概やっぱり家族ができてから泊まるところが多いのはやっぱヒルトン、まあ、瀬底島にできたヒルトンが多くて、これ別に何でもあの宣伝でも本当に何でもなくて、あのハレクラニとかリッツとかいろんなとこマガチャバルっていうビラ行ったりとか、もうすごいどこも良かったんですけど、やっぱりこの家族でっていうところで言うとヒルトンの瀬底島に一番泊まることが多くて、で今はセイナが準備してます息子と一緒に、なのでちょっと迎えに行きつつ、ちょっと普段食べに行くようなお昼ちょっとランチ食べに行きながら、その後に実はダイビングを控えてます。なのでダイビングもしつつっていう感じですね。で今日実はセイナ誕生日なんですよ、4月4日。もう多分俺から年を言うと怒られちゃうんで年は言いませんが、まあ計算してもらえれば多分みんなわかると思うんですけど、まあ30で出会って、6年目ですね。ああ言ったと同じ。なので今日ね夜ちょっと夜ご飯を控えてるっていうことで、メインイベントが一応あります。沖縄弁が出ちゃう。撮影してるよ、うんうん、また後でね、はい、バイバイして、バイバイ、バイバイ。
美味しいですよ、結局いいですよ、まあ、パパイヤもおすすめですし、あ、いたよ。賛成誰もいない、反対さん。ウミウシハンターアナザースカイ的な感じですか今。7月とかにちょっと行こうと思う。4月か。ありがとね。ありがとね。だいぶ手前見てる。インフィニティプールみたいな、めっちゃ都会っ子やん。
パパになって1年経ちましたけど、あんまり実感が成長してんのかな。成長してるかな。見せれるシーンあるかな。沖縄で。まあまあパパしてると思いますよ。Out of my mind, oh baby, every curse like a new adventure pulling.